どうも北山水泳です。はい、ジュニアオリンピックでございますね。残りは2日今日と明日で終了でございます。早速速報を見ていきましょう。こんな感じです。はい、1振りですね。はい、13、14歳女子からいきます。結城選手が優勝でございました。56秒98。第2位とはかなり接戦ではございましたが、この種目2振りに引き続きこの選手が取りました。はい、そして第4位には三杉選手、中1の選手が中1で57秒80は早いね。すごいですね。まあ、これからの伸びに期待でございますね。はい、次13、14男子ですね。松山育選手が優勝、50秒65大会記録で優勝でございました。この選手やっぱ強いですね。しかも中3ながらにしてこの13、14歳の枠にいるっていうのが恐ろしいですよね。はい、タイムも圧倒的でございました。前半から圧巻の泳ぎで松山選手速いですね。さすが中学記録保持者でございました。圧巻のレースを見せてくれました。はい、次女子ですね。15、16歳吉永選手が優勝でございます。56秒30というタイムでございました。はい、ここにねもし結衣選手が入った場合は第3位という感じになりますね。はい、まあ女子っていうのはねこれ戦いが楽しみですね。山本選手もここに入ってきてますし、まあ、1振りという種目はかなりリレーに関わってきますので56秒55秒まで上げてほしいですね。誰か出てくると嬉しいですね。はい、次男子ですね。男子は黒田選手が優勝でございました。第2位は2振りを制しました。黒田選手がここに来ました。はい、松山選手がもし出た場合は第3位にランクインするような感じですね。はい、この種目もね大変ですよね。松山選手がここに入ってきた場合、来年ここに入ってきますからインターハイにどういうタイムで泳がれるのかっていうのが非常に楽しみですね。はい、次女子です。女子チャンピオンシップは伊藤選手が優勝でございました。さすがにこのチャンピオンシップに入ってくると55秒台が増えてきます。はい、55秒台が増えてきます。上位3名が55秒台っていう感じですね。はい、この種目も54秒台が大会記録ですので、上げていってほしいですね。次男子ですね。チャンピオンシップは宮田選手が優勝でございます。そして伊勢選手も同着優勝でございます。はい、同着優勝はすごいですね。そして三永選手もここに入ってきてますが、チャンピオンシップよりも15、16歳そして13、14歳の方が優勝タイムが早いということがここで起こってしまっております。はい、ちょっと今の中3高校生世代がちょっと早すぎますね。はい、はい、次2個目です。13、14歳石川選手が優勝です。2分14秒33ですね。はい、この選手コンメも早いんですね。はい、平泳ぎがね超強いんで平泳ぎでアドバンテージが取れたんですが、他の種目もしっかりと早いですね。はい、次男子です。13、14歳小島夢希選手が大会記録で優勝でございます。2分3秒54です。第2位の沼田選手も大会記録ではあったんですが、小島選手がさらにその上を行く感じでございましたね。やはりこの選手は強いといった感じがありますね。この種目ね速い選手いっぱいいるんですけども、この決勝のレースに小島選手が頭いくれてますね。はい、次女子15、16歳長岡選手がこちらも大会記録で優勝でございます。大会記録を 0.2 秒ほど更新いたしました。早かったですね。はい、もうバックからブレまで全部早かったですね。はい、次男子15、16歳森田選手が優勝、2分3秒95というタイムでございました。はい、ここもね小島選手が早かったからね、2分3秒95も早いんですが、このタイムよりも小島選手が早いという、どんだけ小島選手が速いか分かりますね。しかし森田選手もここでねしっかりとフリーで逃げ切る形で耐えてまいりました。おめでとうございます。女子チャンピオンシップは鈴木歩夢選手が優勝でございました。2分14秒24というタイムですね。はい、この種目も速いんですがという形ですね。女子の、はい、長岡選手の方がこちらは速いという形になりました。ちょっとね速い選手が多いですね。はい、次男子チャンピオンシップ加藤選手が優勝、2分1秒26です。西川選手も惜しかったんですがラストのフリーで差し切れずという感じでございました。4個目はねちゃんと西川選手が制しましたけども、今回は加藤選手が2個目は取りました。大川選手もここに入ってきます。第3位でございました。はい、次は13、14歳女子4振りでございます。谷本選手が優勝でございます。はい、4分14秒32大会記録でございました。この選手はね800も速ければ400も速いです。はい、インターハイじゃないわ、全中の時は、ネガティブラップで参りましたが、今回の JO ではネガティブではなく
前半から行くパターンのレース展開でございました。にしても後半強いけどね。はい、この選手はすごい化けましたね。はい、次です。13、14歳男子は万代選手が優勝、4分1秒32でございました。はい、すごかったですね。前半からかなり圧倒的なタイムで優勝でございました。おめでとうございます。はい、次女子15、16歳タカ選手が優勝、4分17秒36でございます。はい、こちらもね早いんですが、谷本選手があまりにも早すぎて、このタイムって感じですよね。谷本選手中2ですからね。はい、次男子15、16歳は今福選手が優勝、3分53秒61でございます。はい、全中チャンピオンとインターハイチャンピオンが相まみえるという面白いレースですね、これは。しかし今福選手が強すぎますね。安定して、インターハイの方でも3分53で終えましたけども、今回も3分53で来ました。タイムが安定するっていうのは素晴らしいですね。はい、次女子チャンピオンシップです。奥園選手が優勝、4分15秒44も早いんですが、谷本選手が早すぎる。はい、これよりさらに早いです。はい、次男子チャンピオンシップ大木選手が優勝、3分53秒70というタイムでございました。第2位は桐山選手という形ですね。はい、まあ、早いんですけども、ここも今福選手の方が早いのかな、若干ねって感じですね。はい、まあやっぱり若い選手はね、この連戦のレースがあってもタイムが安定してきますよね、うん、この大一番でしっかりとタイムが安定するっていうのは素晴らしいですね。